だよ、突きつけられてる。じゃあインスピレーションカード発表お願いします。あっちのチーム強いな。なんて書いてます？鼻歌で表現せよ。鼻歌。順調、これ得意なんじゃないの？まあ、鼻歌よく歌ってますもんね。鼻歌歌ってるからね。考えて考えて考えてよ。です。なるほどね。わかって、じゃあよし。はい、ではカード6枚シャッフルして公開してください。結構な長いな。この6枚。いけるー！これでいける？まあ、これじゃない。いや、これじゃ激しそう。ちょっと激しそうですよね。激流層みたいな感じ。確かに激流層。激流層だ。なんかの曲やったとかじゃないのかな。これ多分加藤さんなら、うん、あれだろう、ラーミアの歌を歌うと思うんですよ、これ。確かにね。それでラーミアを。それでラーミア。だだだだ。これ何だね。そうそうそう。ちょっとどこか雲がかかってるというか、うん、ちょっとモコちゃん奥から鼻歌歌っててくれへん感覚で。奥から、奥からですか。シンクロン、奥のネズミのやつから鼻歌歌っていって、ネズミのやつから、うん、でこれは、うん、あでもそうやわ、わかるわかるみたいな感じ。もう一個トムジェリー、まがしいやつが、ゾウマじゃん。でもそういうことやんな。でその手前は？手前のは、もう一個右。これは右の。それだけわからんな。難しいな。もう一個手前は？これが、これは多分。いやこれだわ、じゃあこれだわ、これだよ、これやろ、一緒やもん、ほとんど。あごめんごめん、ね、完全に一致してるんすよ。うん、ね、うん、いい表現でしたね。じゃあ決まった、これにします。はい、はい、では正解加藤さんお願いします。はい、今の正解はこれです。これ一枚見せられて鼻歌わかんないから。これわかんないよ。いや、お父さんだったらゾーマ流してたわけだから。ゾーマ確かに1枚だけやったら厳しいが。そう、でもゾーマ分からんかった。マジで分からんかった。強かったね。いやいや、俺なんかあれでしたけど、もうお子さんマジ早かったっすか。いや、まあ俺はもう全然ですよ。もう負け、まあね、釈迦さんの方がすごかったよ。何が戦いですか、これ。マンザーでもねえんだな。それまあちょっとすごいなって言われたら。あったけど。まんざらでもなさそうな顔してる。いやでもやっぱ頭柔らかいでぷよぷよとかやってるからね。いやーよく一瞬で、じゃあこうなるわけですね。そうです、そうです。なんで一瞬でわかるの？なんでもわかるの？いやでも、いやでもめちゃめちゃ気を取ってる。数字は出るじゃないですか。にゃむ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